目指せ最強召喚士。では水上先生、はい、前回、はい、見事に先生がですね、まあ、僕よりも先にですねユニット新ユニット引き当たったというご褒美で、今回は、はい、三沢先生の番組でございますよ。これはなんで集中するんですか、うん、やりますか。いや、やります。いや、やりましょう。今回もね、第1の試練でしたっけ。違います、第5の試練です。ただし、まあ、ご存知の通り今この状態言えば分かる通り、はい、お嬢様は現在武者修行一人旅をしている最中でございます、はい、そうですね。なので今回はね、我々二人イケメン二人がですね、ヒゲメン、あ、まあそれでもいいやまあまあ一人はねちょっと微妙なところがあるんですけど、まあまあイケメンということをさせていただきました。イケメン二人でですねやっていきたいなと思っておりますので、ただ、はい、もしかして、はいはい、お嬢様がねこそっとこの動画見ちゃうかもしれないじゃないですか。そうですね。っていう時に、はい、あのすごいオーソドックスにこうやったら勝てるんですよみたいなことをやられてもちょっと困るわけですよ。ほう。プラス先生ほどのですね、はいはい、実力の持ち主であれば普通にやってもちょっと面白くないじゃないですか。ということで、おなんとちょっと先生不在の中ですね、審議会が動きまして、審議の結果審議の結果ですね。審議結果、はい、なんとちょっと光属性でちょっとプレイしていただきたいなと。光属性で相手が闇ですね。闇なんですよね。ってことは、まあ、向こうの弱点でもありつつもこっちも弱点だと。結構辛いですねそれ。殴り合い、はい、ちょっとそれを見てみたいなと思いまして、ちょカメラマン光属性パーティーで第5の試練クリアしちゃうぞ違う、なんか違う。はい、じゃあですね、はい、お時間の方も経過しまして先生の方には組んでいただきました。はい、じゃあ光パーティーを組みましたので、はい、パーティー的には確かにいいんですか兄さん。それでいきなり兄さんの方に気になっちゃいましたけど。可愛いですよね。可愛いですね。可愛いですね。光じゃないですね。まあ光じゃない、いや全然それはもういいんですよ。兄さんに関してはもう行ったら、ま、負けること前提じゃないですか、もうこれ。そうですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。はい、わかりました。じゃあちょっとパーティー1の紹介をお願いします。はい、パーティー1はですね、はい、まあ、前回の新ユニットである、はい、こちらセフィアですね。あ、先生、はい、まあ、ちょっと HP が心もとないのが不安ですね。不安要素としてはやるかやられるか。お、いいじゃないですか。そして前回の新ユニット、はい、あー、キラかっけえな。かっこいいっすね。はい、ロード、ロード完全にもうこれ回復なし。おお、唯一ちょっと半減を、あー、なるぞ、置いとく。はい、であとは最初の6英雄の、はい、星7、いいですね、まあ、これも火力のアップ、はい、まあ、攻防どっちもこのユニット上がるので、あー、なるほど、まあ、ちょっとまあ防御も上げれると、保険的な存在でもあるんですね。最後に、はい、なんかちょっとまあそうでいうっす、そいつ使うのっていう。なんでこれを、これにとまあスパークダメージのアップと、はい、あと光属性の攻撃力を上げるんです。ああ、なるほど。光限定のバフがあるので。あ、であれば、まあ、今回であれば確かに全部光ですからね。そうですね。わかりました。はい。といった、はい、あ、リーダーは誰に？リーダーはセフィアで。ああ、なるほど。100% アップ。かつ BB も上げやすいと。ああ、もう完全に殴り合いを。もうやるかやられるか。おー、楽しみですね。あ、そこ、まあ、フレンドもセフィアで。おー、あー、なるほど。セフィアで。これって両掛け効くんですよね。そうですね、効きますね。ってことだから 200% アップの、うんうんうん、まあ、大幅にアップかける2みたいな。お、なるほど。攻撃特化、はい、アイテムも、はい、まあ、UBB 回復と、はい、あの BB 回復と、お、火力アップと、はい、火力アップ火力で、うん、じゃあ UBB は誰を使う想定ですか。セフィアですね。あ、なるほど。ちなみに、はい、いけるとあんま思ってないです。あ、結構厳しい、さすがに。というかやったことないです。あー、わかりました。いけるかなっていうあれですね。いいですよ、そんな伏線切らなくて一発でいきましょう。はいいい返事、いきましょう。まあ、まずはいつも通り BB をいきなりも上げちゃう感じ。そうですね、とりあえず、まあ、ナルザと、はい、セフィアかなぐらいで。なるほど。まずは HP 少ないのがやっぱり不安ではありますね。買った硬いですよこの。あ、どうも。セフィアなんで
かなり BB は上げやすい。おナルザがどれだけ耐えきれるかみたいな。常にナルザが BB、うん、SBB 溜まり続ければまあ多少安定するかもしれないですけどね。いやー逆転疲れてるんでなかなか難しいところではありますね。思ったよりかは回復じゃない防御がすごいな。ちなみにあれ行かない。あ溜める感じですかそこは。ちょっと怪しいですねこれ。おこのゼバルアは第1形態では、はい、半分削ると、うん、はい半分まだ半分リーダースキルを消してくるので。あーなるほど。じゃギリギリまで調整した上で多少一気にやっちゃいたいですね。ほほいけるかなというちょっと不安ではあるんですが、さあどう出る。とりあえずバフがかかってないアトロかけの、はい、ナルザ攻撃に行かせる行かせる。大丈夫ですか。削り切れればいいですけど削り切れな い, ない。そうなるとそうなると終了。カットダメダメやっぱりダメです。あエンドレス打つんだ。うーわえぐ本当にやるかやれるか。ほほ、まあ、綺麗にみんな死にましたね。なるほどね。かわいいかわいい。もういい、はい、飛べるさす。アブレグノバ2発目読めない。さあ行くか。行けない。おーとなる。結構最初結構運ゲーなんですね。あークリティカルが綺麗に出てくれればもしかしたら。そうです。あとは BB の溜まり方ですね。あー確かに。おこれはなかなかの。いやさすが試練。結構この縛りきついっすよ。あー本当だ。ただあんまりやりすぎると今度半分この時点で半分にいっちゃうのでまた怖いんですよね。あいっちゃいそうじゃないですか。大丈夫ですか。おいない。おこれえ大丈夫これ。あ行かないんだ。すごいっすね。ギリギリただ回復するんですよね。ああそして痛い。結構減る。この微妙に溜まってるのは結構辛いですよね。どうしますか。こういく頑張ろう。さあどう出る。うんいけ。さあ行ってくれ。いかない。いけないですね。これはやばいっすね。やばいっすね。やばいっすね。これやばいっすね。もうスタッフの空気やばいっすよ。ちょっとこの空気感ちょっとあれこれやばいなねって。これいけんのかって。この空気これなんか違うのにします。違うのにします。さらっとなかったと思います、ね、さらっとなかったと思います。そしてここは怖い怖い。おなんとかすごい調整力。おただここでやっぱり BB が欲しいんですよね。あー違うそいつじゃない。もう一回ぐらい来るか。どうどう違う違う。あー足りない。違う届かない。ここがやっぱ運なんですよね。こうしてもなるほど。これを乗り越えたら割と多少安定します。安定はしそうですけど第2形態第3形態第3が分かんないですね。未知の領域ですね。マジか。打つしかないもんな。さあ行くか。お行った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 。とりあえずとりあえずですね。とりあえずあまだね慌てるような時間じゃないと落ち着けと、はい、4ターン目おうわというか回復しないですね。あれあれれこれは大丈夫ですか。落ちませんこれ。あでもそんなにダメージは痛くない。ふうさあお怖いですねこれ。これでいく。え大丈夫ですかキラー。これすると、はい、第2形態は
なんか特定の HP まで削ると、はい、なんか3ターン猶予があって、へー、3ターン後に大技を使ってくる。あ、なるほど。じゃあそれまでの間に倒すのが、まあ、多分このパーティーだと絶対条件になっちゃうかな。あ、そうですね、うん、守りきれないですもんね。なので、まあ、とりあえずは、はい、押していけと。どうだ、これで、これで半分削った。25% ぐらい削ると収まるんですけど、はい、いくかその3ターンの間に、第2形態の半分まで削ると、はい、もう一回来るんです。あ、なるほど。なのでまたこれ次に入ってます。こっから3ターンまた次のローテに入ってます。うわ、回復すっげえな。だからまたここで、はい、結構当てないとやばいと。やばいと。大丈夫ですか。で、この BB を消してくるんですよね。え、お、ずるい。そこがちょっと辛いんですよね、こいつの一番。なるほど。でまたじゃあ BB を止めるところから、でも残り、あ、でも行きますね。多分これでいけちゃう。ああ、防ぎましたけど、はい、ナルザを打ってないのでちょっと怖いです。ここはここは攻撃ターンになっちゃったってことですよね。ああ、怖いですねこれ。うーわ、痛い。まだ来る。おお、やめて。できれば、うわ、今のはギリギリ防がず、はい、ナルザだけちょっと打ちたかったですね。ああ、なるほど。さあ、こっからが大事なところですね。でももう、もうすぐじゃないですかと思うじゃないですか。はい、マフがかかってないのがちょっと嫌ですね。このちょっと BB 溜まってるの本当に嫌ですね、これ。これ本当に嫌ですね。ソディウス。みんなですね。あ、他のもか。アトロもかかってない。多分ソディウスだけかかってますね。あ、なるほどね。アトロもキラもかかってないのが、まあ、キラは打てるとしても。どうします？セフィアもかかってないのか。すぐのブレイブバーストで、とりあえずナルザを打っておいて、お、ターン稼ぐ。これはなかなか分かんないですよ。まあ、削りきれないから相手が多分、このインフィニティワールドっていうのが、はい、BB ゲージを減らしてくるので。あ、なるほど。ものすごくいやらしいんですよね、これですね。うわ、また打ってきた。うわ、落ちる。うわ、待った、落ちた。これは、はい、単純に運が悪い。なるほど、なるほど。これはでもお嬢様ってどうやってクリアできるんだろう。大丈夫かな、一人で。かなり辛いですからね、やっぱりここは。さすがにですよね。これ大丈夫かな。これはちょっとね、応援してあげないと。みんなも多分お嬢様相当厳しいよ、これ。これやばい、これやばい、これやばい。あ、はいはいはい、よし。回復入れてもいいんですけど、そうすると今度は火力が減りますよね、うん、当然。やっぱりもう光パーティーなんで。ああ、回復落ちかない。完全にやるかやられるか。お、なかなか辛いですね。お、打った。あ、あ、減らしちゃった。減らしちゃった。ダメかな。あ、でもダメです。ダメですか。ナルザはリーダースキルを消されるんで。なるほど。痛い。うわ。リーダースキル消されたらもうダメです。でもダメ？ダメです。ダメか。攻撃力が 200% 下がってるんで。ああ。一応第1、第2、第3全部がリーダースキル無効技を使ってくるんですけど、はい、第3以外は一応防ぐ手はあるんですよね。まあ、第一であれば半分手前から削るっていう。まあ、第二もさっきの3ターン貯めた技を致したらリーダースキルが切るんで。ああ、なるほど。そうするとよ、すごいな、詰め勝負みたいな。普通はそんなに防ぐことはなかなかできないので。
まあ、食らう前提で構成を考える。リーダースキルに頼らない構成が基本ですけど、まあ、まあ、光パワーもそうも言ってられない、うん、なんとかいけるか言ってほしいところではありますが、キラーが強いんですよね。やっぱりすごいっすね。おお、いた。多分どう食らっても BB はたまらないかな。あ、まあもう行くしかないと。なるほど。まあまんべんなくちゃんとかかってるので、さあぶち抜けるのか。おお、おお、だいぶなんか余裕がありましたね。なんか何だったんですかね、最初の1回目2回目やっぱクリティカルが出たり、あ、スパークが乗ったりとかで大きく変わってくるんで、さあこれでまた BB を食べるところから、ここがまあもしうまくやればもうちょっと楽なんだろうけど、なかなか難しいんですよね。どう出るかな、まあ、まずはね先ほどの用意、そうですね、うん、とりあえずまあ試させて、喋り始めるわけですね。そうですね、はい、一回ここで相手の半分に行かせない、ほう、ワンクッション、ちょうどここで、あ、すげえ、相手のため技も消えて、ただここでインフィニティワードが来るとちょっと嫌だ。来ない。おお、来なかった。さあこれで、はい、まあ多分ため、まあ次ためるんですけど、はい、まあ余裕でためを消すことはできるので、ここからですね。どうする？ここをうまくやれば。うまくやるのかわかんない、でもどうなんだ。あ、もう一回耐える。とりあえずまあこれで、うん、まあ強い技を打つぞっていう状態にはなりまして、はい、これでまたまあ、おお、でもこれ削り切るの大変だな。あー、これナルザ保ってないのか。普段通常攻撃してもあれなんですよね。もう終わっちゃうんで、敵のため技が、あ、反撃が来ちゃうので、なかなかこれは考えどこですね。これをまあ使っておいて、不審を使うのかな。次もありますもんね。ナルザが悩みどころ。まあ使っておきまして、はい、オーバードライブを、ここでってことは、じゃあもう後に備える感じですかね。でこれで第3に行かない、行かない、おっと行かない。まさかの足りない。まあでも死ぬことはないとしても、なるさだな、これ普通に攻撃して削り切るとかで第3でいっちゃうのか。ただナルザを打たないとやっぱ結局次が怖いんですよね。あー、なるほど。ここでナルザを打っておいて、はい、で削り切る、通常で削る、うん、うん、さあこっからですね。うわー、わかんない、どうなるんだろう第3。あー、やばいですね、これエクステンション、うお、痛い。今のが4ターンに1回飛んでくる超強力技ですね。あんな減るの、まだ来る。しかもあれナルザで半分に減らしてあれですか。うわー、確かにそうですよね。いくら弱点とはいえ、さあ乗ってないバフは
アトロとソディウスもかな、よくわかんないですね。ただあんまりここでセフィアの UBB に考えると、いやードキドキですねこれ。お、いった。さあ、おお、こっからですね。いった。いやこれ怖いですねこれ。おお、あでもそこまででもないか。ああそれはそれはだ、それはだ。これもう一回。これで。はい。がっつりもうバグないんで、おお、最後ですかこれで。これはどうなるかな。で今アトロだけが持ってる。うんうん。これ大、いやさすがに削れないなこれは。さすがになるぞ打たないと。半分超えた。いやーこれは辛いな。うーんこれですね。まあでもなんか、あ、回復、これでおそらくリーダースキルが消されるんですね。あ、これで。はい、なるほど。これは、はい、きっついっすね。いやいやいや、諦めたら試合終了ですよ。うん、言ってましたねなんか先生が。はい、なるほどね。あ、でもでもでも、いやー、うーわ、あ、これ死にましたね。ドン。まあそうですね、うん、いやこれはあれですね、普通に3形態目がきつすぎますね。攻めていくしかないですもんねきっと。いやー、どうやっても、特にこれあれなんですよね、もうちょっと削るとエンドレスが飛んでくるんで。まあまあどうしたらいいんだろう、まあ、OS しか僕はないですからね。はい、そうですね、見てる皆さん頑張れと応援の方いただければと思いますけれども。硬っ、硬っ、うそん、あ、しかもそうか、あ、まあですね、うわ2回飛んでくると、えぐいな、うわ、しかもこれは、これは、これは、まあ、いやーどうやっても無理なんじゃないかなっていうのが、きついな、よほどうまいことを、そうですね、3形態目にしないと。でもちょっとなんかがもうちょっと頑張ってみたいですね。でもいやー厳しいですね、削るな、あと3分の1ありますもんね。そうですね、遠いですね、せめて6人いれば。多分これで、はい、ちょっと残っ、倒せ、おお、おお、いった、これは、おお、いった、危ない、なんとかいきましたね。いやいやいや、自分がなんか一番信じてないみたいですけど、いや素晴らしい、いやおめでとうございます。これは完全に、はい、セフィアの UBB です。あ、そうなんですね。勝因がセフィアの、セフィアの UBB ですね。 あれでご利用しましたか。ずっともうだってもう無理無理っていう、いや伏線をこう張ってたから、もう、あ、本当にダメなのかなと思ってましたけど、自分もだってちょっと残るかな、はい、ちょっと残って、はい、エンドレス飛んできて終了っていうのは、あ、いやだからさっきも言ったじゃないですか、だからやっぱ美咲先生ダメですよ、諦めたらそこで試合終了なんですよ。さすがっすね、はい、美咲先生、僕はブレフロがしたいです。美咲先生、ブレフロがしたいです。おお、じゃねえやということでね、まあ、というわけで、まあ、はい、諦めない心大事ですね。なかなか見応えがあったかと、はい、ということでございまして、まあ、今回、はいはい、見事、ね、はい、光縛りというですねハードルをなかなかな乗り越えての第5の試練クリア、おめでとうございます。はい、あれですね、これは完全にお嬢様には、うん、参考にならないっす。そうですね、まずあれだけのユニット全部揃えろっていうのがまず超難しいんで無理っす。
こんな方法は、はい、まあ、見てる人も真似しないように良い子は真似しないように、そうですね、まあ行き着く先にここがあるぞぐらいの風に考えておけばいいですかね。良い、良い子はちゃんと回復入れましょう。そうですね、はい、ということでございまして、はい、以上宇佐木先生が光縛りで第5の試練に挑戦する、はい、そして見事クリアするというコーナーでございました。ありがとうございました。ございます。皆さんこんにちは、阿部ななみです。今もですね、ヒゲとミササギに協力し合って最強召喚師を目指すために頑張っております。はいですね、衣装もなんですけど、髪型も毎回巻いたり、今日みたいにストレートだったり縛ったりといろいろ変わってるので、そこら辺もちゃんと見ていてほしいです。皆さんチャンネル登録はもうしましたか？まだの方は、パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンを、スマホの方は下の方にあるチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。バイバーイ。